最終的には。あ、自己紹介。あ、自己紹介から、はい、はい。皆さんこんにちは、鈴木有沙です。あー、眩しい。ダメだ。前髪の美容師さんに分け目を変えられちゃって。影響出てる。影響出てる。私があまりにも水着やらないから、なんかへそがおかしいとか、なんかなんかあるんじゃないかって。そういう噂がもうで、噂本当でした。あら、へそがおかしかった。いいっすよ。じゃあ、脱げない。この水着いいよね。これいいですよね、かわいい。これあの、三つの中でこれが一番いい。おお、汗かいちゃって脱げない。汗かいちゃって脱げない。うわうわうわ、すごい。すごい。焼けるね、今日は。これ。移動中。拝んでね。脱ぐところ。あれ、そんな映像流れてましたっけ？お祓いだ。で家帰ると思うんだよね。バケツで隠す。それいいね。皆さんお米たくさん食べてくださいね。すごく困るんだけど。あの、よしみさんのタオルをこうやってるのすごい可愛い。ああ、かじってるやつ。日陰がいい、暑くて。いいですよ。下まで脱いちゃった。間違った。間違った。その間違い好きです。その間違い。その間違い。あらば。大歓迎。大歓迎。中から入っちゃおう。え、履くの？それって。あ、でも、あ、でも着るのは難しそうだね。
下からか。なんか難しそうだねそれ。難しいんですよ。かわいい。じゃあ脱ぐところ。簡単で。あれいいとこ取れなかった。スカートいらないですか？俺は好きなんだけどな。え？俺は好きなんだけど。何が？スカートか。うん。あスカート履いた方が絶対可愛いですよ。何パターンか。可愛いよね。はい。うん何パターンかあっても。そう俺もそう思います。伊豆浜口に勝ったぞー勝ったぞーいいよじゃあちょっと四つん這いの。あらまだ。そうそうそう、これそれそれ。で、パンパンパン。もういいね。これはいいんじゃないですか。ああ、いいですね。大丈夫か。
かわいい。水見公園、公園水見。あともうちょっと広げたの。つけないと。いいね、かわいいね。でこっちの目かげはい、今日はお笑いにやってきました。あ、ごめん、撮ってなかった。中継のアリサさん、お笑いがすごい好きなんですよね、私。でもなんかちょっと食べたばっかりだけど、お団子別腹
中継のアリサさん、中継のアリサさん。アリサさん。めっちゃウケる。ごめん、場所が違ってた。映ってなかった。もう一回行くよ。中継のアリサさん。めっちゃウケる。アリサさん。手叩いて。お願いします。はい、こちら中継の鈴木アリサです。はい、もう一回。はい、こちら中継の鈴木アリサです。真面目にね、すみ。はい、こちら中継の鈴木アリサです。じゃあ行きますよ。はい。はい、それでは茨城ナチュラルガールズシリーズ第4弾の鈴木アリサさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日一日撮影の方ですね、お疲れ様でした。今日一日終えて感想などありましたらね、教えてください。はい、すごい天気も良かったし楽しい撮影になったと思います。で、一番良かったのが海とかにも行ったんですけれども、ずっと海で撮影してみたかったので海で撮影できてとっても良かったです。ありがとうございます、お疲れ様です。今回初めての水着の写真集ということで、まあ、いろいろプレッシャーとあったと思うんですけど、感想はどうですか。はい、ファッション系の撮影が多かった中、今回水着初だったんですけれども、なんか開放的にはっちゃけて撮影できたと思います。はっちゃけて久しぶり。